里崎チャンネル。よっ。こんにちは。さあ、8月の振り返り、そうですね、パリーグ編ということで、はい、7月20日から、はい、そして8月の26日までの、はい、この1ヶ月間とトータルの2ヶ月間を踏まえてのパリーグ総チェックですけども、まあ、パリーグの、はい、まあ、順位でいうと、うん、まあ、7月20日時点では楽天、ソフトバンク、ロッテ、西武、日本ハム、オリックスだったのが、はい、8月26日現在ソフトバンク、ロッテ、楽天、日本ハム、西武、オリックスというところで、A クラス、B クラスは一緒ですね、はい、でその中での上下は結構入れ替わってますね、はい、ありますけど、まあ、順位としては 3位同率3位の日本ハム、楽天まで首位と 3.5 ゲーム差なんで、正直団子、そうですね、で西武が9ゲーム差、はい、やばい、そこが結構開きましたね、オリックスが13ゲーム差、はい、ん、昭和ゲームの足音が なってますよみたいな、監督も変わってみたいな、はい、ちょっとやばいですよみたいな、はい、昭和ゲームの鐘、夏の日に昭和ゲームの鐘の音一句ですね、はい、が何か、はい、なりそうですっていうところで、じゃあ、まあ、ソフトバンクから、はい、ソフトバンクチーム防御率 3.41 とダントツ1、うん、本当ですね、ダントツですね、はい、前回のね7月20日時点での防御率は 3.83 と2位だったんですけど、かなり縮めましたね、そうですね、もうかなりあの改善されてるっていうところもあって、はい、でチーム打率が2割4分2厘と5位、はい、うん、5位なんだ、パ・リーグ、あ、5位じゃない、あ、5位、5位タイ、はい、だから全然打ってない、うん、何気になのに1位、だチーム打率ソフトバンクは2割4分7厘と、まあ、3位だったところが2割4分2厘とちょっと落としてるっていう、はい、先月はね2割4分7厘と3位だったところが2割4分2厘と、まあ、ちょっと落としてるけど、はい、まあ、さほど変わんない、はい、でホームラン数が67の1、あ、これも柳田、中村がもう打ちまくるっていうね、はい、うん、得点が250点と点は、まあ、4位で取れてないんですけど、うん、はい、ここ失点が214ともうダントツ低いっていう、1位だ、本当だ、で107点しか取られてないですもん、そうですね、本当だ、この1ヶ月だ、防御率も1位だし失点も1位ってことなんですね、でだから得点が124と少ないんですけど、うん、はい、この1ヶ月でね、うん、だから得点数は少ないけど失点取られてないから、はい、その差額で勝ちきれるんですよね、確かに、だから点取られなければ負けないですもんね、そう、それ負けない、うん、はい、それをまあ体現してる、うん、でその中でエラー数が、はい、まあ、27、これが3位ですね、3位で、まあ、今月13と、うん、まあ、他のチームと比べてもそんなに多くない、はい、っていうところで、まあ、1位を、うん、まあ、なんとか保ててるかなっていうところですね、はい、まあ、でも柳田、うん、だ中村の復帰、うん、もうこの2人が、はい、でかい、そうですね、でいいとこそれでランナーためて栗原みたいな、うん、若干ねこの 1,2 番のこの固定だから今宮が怪我で抜けて、はい、川瀬シュート、うん、川島とかっていうそこ流動的なとこもあったりとか、バレンティン抹消、グラシアルでデスパイに来た、デスパイに膝痛抹消、グラシアルホームラン打った、うん、まあ、ここら辺の外国人選手がどう絡むか、うん、でまあ、投手陣が、まあ、モイネロ森とかあの中継ぎにはいいんですけど、その前あたりがどう、うん、ね、高橋礼とか、はい、あの他のピッチャーたちがどう、ね、うん、持ち直せるかとか、はい、先発東山は1回飛ばしてこの武田が帰ってくるんですけど、その武田がね、まあ、2軍戦ではいいピッチングしてるのでどうなるのかっていうと、はい、だからまだ完全体じゃないけど絶対的感もないです、ね、そうです、1位にいるとはいえ、うん、っていう風な雰囲気、そう、なんか先発ローテーションも綺麗に6枚固まってるってことじゃないのに、うん、でも防御率がこんだけ低いし失点もしないっていうのが、あとやっぱ石川とか二保とかがいいピッチングしてるんで、うん、その変わってきた若手とかがいいピッチングとか、うん、あと中継ぎでモイデの森の好投と か,、はい、だからこの核のピッチャーがまあそこそこちゃんと抑えてるからバランスよく保ててるっていうところですね、でもソフトバンク、はい、まだ油断できない、うん、ねっていうところですね、そうです、まだそこまで離れてないですか、ね、そこまで、はい、そこまで圧倒的感がないっていうね、はい、まあ、今貯金ちょうど10ですけどね、はい、で次がロッテ、ロッテ勢いありますね、ロッテが今ね2位に上がってきて首位と1ゲーム差、はい、貯金が8、いい形でね、いや本当に7月は、はい、なんとパリーグ最下位だったのに、はい、8月はパリーグ1位なんですよ、8月だけだと、なんでここまで息を吹き返してるんですか、まあ、1番は、はい、もうそのチーム打率が2割5分8厘と、うん、パリーグ2位じゃないですか、ああ、じゃあ得点か、じゃあ4位なんです、打率は4位、2割4分7厘だからロッテってね、はい、全体的な数字見るとそんな特筆したとこないんですよ、はい、正直、うん、チーム
打率も2割4分7厘で4位だし、はい、チーム防御率も4割3分で4位だし、うん、ホームラン数も51本で4位、うん、でこの数字だけ見たらそんな特筆してないじゃないですか、はい、でも得点が258で2位なんですよ。あ、本当だ。で失点が258で、まあ、プラマイゼロで3位っていう、はい、でそのチーム防御率とチーム打率はそんな良くないんですけど、まあ、そこまで失点もしてないし得点もちゃんと取れてるっていうところが今2位にいますよね、うん、バランスですね。その原動力になってるのが盗塁のこの47の1位っていう和田とか岡とか福田とか途中で出てきた選手とか、はい、であとはやっぱりそのミスをソフトバンク戦もそうだったしオリックス戦もそうですけど相手がミスしたのをそれを得点に結びつけるワンチャンス その集中打っていうのが勝利に直結して勝ち越してるんですよね、うん、そしてミスが少ないんですね。1位ですね、はい、エラーがしないんですよ。はい、だから要は相手のミスに応じて得点を取って、はい、うん、自分たちはミスしないで相手のチャンスをやらない、うん、これが今のチームを保ってるんですよ。あー、なるほど。特筆はしてないけどバランスが取れてるっていう。そうなんですよ。だから誰か一人じゃなくて全員だから毎日日替わりヒーローです、うん、こいつじゃなくて和田が良かった時もあれば日野みたいに藤岡福田が良かった時もあれば、うん、はい、ピッチャー打ってもなんとか踏ん張ったりとか、うん、小島良かったりとか、はい、中継ぎハーマン増田良かったりとかっていう安田んでピッチャーのね、あの松田とか安田とか、うん、そういったところの中村とか井上とかそう日替わりで出てくるところが強さですね、はい、総合力ですね。でミスしない、うん、でミスにつけ込む、うん、これができてるって、はい、だからロッテはね、はい、今後やること、うん、ミスするな今のままこれです。そういいですね、今のままいけっていう。そうです、今のままが大事です。それを自分たちがミスすると全部のバランスが崩れて、うん、あの好調さが一気に落ちるんで、はい、このね、もうミスをしないで相手でミスをつく、もうこの野球に徹することが今のロッテの強さです。はい、だから逆に相手チームからするとミスしたらやられますよ。そうですね、つけ込んでくるんで、うん、だからミスロッテと戦うときはどれだけミスしないかが大事で、ミスしないミスしないになると負けちゃうんですよ。はい、確率が出ちゃうんですよ、はい、だからミスしないそこをつけ込む、はい、この兼ね合い見といたら面白いですね。おー、だからロッテ戦はねどっちがミスするかを見とくと面白いです。あー、なるほど、そこ注目して、はい、でエラーとかエラーじゃないとかじゃないんで、はい、ミスするってミスっていうのはね、はい、エラーつくつかないあるんで、うん、これ見とくと面白いですよ。はい、で次がですね楽天、はい、楽天はだからチーム防御率が5位、ちょっとかなり増えちゃったんですよね。一気に落ちたっすね。だってチーム防御率楽天1位っすよ。もともと 3.50 だったのが 4.32 になっちゃったんですね。1位だったのによ。はい、5位になっちゃった。いやチーム打率は2割6分9厘で1位、で盗塁が40個で3位、はい、で本塁打59で2位、うん、で得点数301で1位だけど失点264で5位、はい、もう簡単、はい、ディフェンス、そう投手陣ですかね。投手陣ディフェンス、はい、でエラーの数が34個と4位、まあ、4位、まあ、でも今月は10個、まあ、今月10個だから、うん、まあ、全体的には少なくなってる、はい、っていうところでも、うん、もう明白です、うん、投手陣頑張れ、もうそこしかないですもんね。はい、だって打ってんすもん。いや序盤は投手陣すごい良かったって言ったんですよ。なんか一気に中継ぎとかね、はい、めっちゃ良かったのに、はい、それがちょっと勝ってる試合が、うん、中継ぎ陣がやらかして、はい、ひっくり返されるとか結構あるじゃないですか。そうなんで、あと先発がちょっとガタガタっていっちゃったりとか、で柵がはまらなくなったり、はい、だから全部がもう悪循環ですよね、うん、でそうなってくると二の足積むから今度柵できなくなるんですよね、はい、でそうして柵できないことがまたそれが悪い方向に行ったりしながら、うん、まあ、なってるっていうところで、はい、でホームランとかはね打ってますからね。32本で、まあ、ほぼもう1位に近い、うん、いやね、ホームラン数も打ってるし、はい、でも足使えてないですね。そうですね、特筆してだ結局、はい、足使える人が塁に出れてないんですよ、辰巳とか。あ、塁に出ないから走れないっていう、走れないですか、うん、だから足っていうのは塁に出て初めて使えるんで、はい、だそういったところ の、うん、そのね、序盤結構走ってたと思うんですよ、はい、盗塁って。そうです、ね、だって、22個で3位、でも1位のロッテ25で2個把握してますもんね、はい、だそこからちょっと伸ばしきれてないですよね、うん、盗塁の数がね、はい、だからちょっと最近打線がちょっとあんまり湿ってくると勝てなくなっちゃうんですよ。前はね打線湿っててもピッチャー踏ん張ってて、はい、最少失点差で勝ち切るっていうのができてたんですけど、はい、もう今打てないとピッチャー陣落ちてるから、はい、だから打たない負けちゃうんですよね。そうなんです。だからまあでも頑張らなきゃいけないわ。だって打線はそれでも打ってるんで、はい、いやその得点もまあ1位ですからね、うん、トータルするとね、はい、でこの期間146点だから、うん、まあいわば全体的にはちゃんと打ってるわけですよね、はい、他のチームに。鈴木大地選手とかもすごいですし、うん、ソフトバンクに比べても20点以上取ってるんで、はい、打ってるんですよ、うん、でも167ですから失点、はい、ダントツ1位よ。もう失点今月だったらダントツ1位ですね、うん、失点ソフトバンクと60点違うのよ。
60点よ、はい、1日2点違うんだよ、はい、そりゃ逆に3位でよく踏ん張ってる。本当ですね。いや本当だ。だから楽天はね、投手陣頑張れ頑張れ。で次、はい、日本ハム、うん、日本ハムはチーム防御率 3.942、はい、でチーム打率2割4分9厘で2位、うん、2位タイ、はい、で盗塁が29で6位、うん、でホームラン51本で4位、で得点257、3位の失点252で2位と、はい、っていうところで、まあ、盗塁が少ないのはね、はい、西川がねやっぱり1人に頼ってるところですね。あ、1人じゃ厳しいもんね、はい、でそこででもまあ徐々にね5位だったところが上がってきてるっていうのもね、そうですね、ありますし、だから得点がね152位とこの1ヶ月で日本も一番得点してるんですよね、はい、そのパリーグの中では。あ、かなり得点が増えましたね、うん、で失点が125と、はい、失点が少ないんですよね、うん、ソフトバンクに次いで失点が少ないっていうところで、まあ、上位に来てるっていうね。防御率先月いくつでした？防御率は先月が 4.22 なんで、まあ、もう一気に 3.94 とで上がってきてるんですよね、うん、はい、でもこっから上に行く足りないものはエラーっす、はい、やっぱりいくつ36個と一番多いんですよ。今月20個してるんですね、うん、やっぱエラーが多いところが、うん、そのじゃあ防御率も良くなってる、はい、まあ、エラーはね防御率に加味されないんで、はい、エラーも良くなってる、チーム得点も上がってきてる、うん、点取ってる、うん、ピッチャー踏ん張ってる、うん、エラーで迷惑みたいな。あ、でも簡単、エラーしなかったら上だよ、もうすぐ。まあまあそうですね、うんうん、だからもう、はい、日本ハムの標語は簡単っす、はい、もうだからこのサタリチャンネルで言う標語、はい、もうロッカーに貼っといてほしいですよ。今月の目標みたいな、はい、ダダダーみたいな、はい、はい、日本ハム、うん、エラーするな。エラーを減らせ。そうですね、うん、でもシンプルですもんね。そう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 、うん、だから貼っとけばいいんじゃんね、はい、8月の、あ、じゃあ8月9月の、はい、あのチーム目標、うん、エラー撲滅みたいな。エラーしたら罰金みたいな。だってエラーしなかったら上いけるよすぐ。いやそうですね、この数字上で言えば、え、今月のエラーの数が、まあ、ロッテとか楽天とかソフトバンクに比べたら断然、ね、倍してますもんね。それだけやっぱり、でそれなのに失点が少ないんですよ、うん、エラーしてるのに失点が少ないんですよ、はい、エラーしなかったらもっと少なくできるはずなんですよ。そうですね、でチーム防御率も下がってきてるん で、うん、でそうなると得点力あるわけじゃないですか、はい、接戦勝ちきれるんですよね、うん、すごい一気にいい方向にガッて向きそうですね、うん、で日本ハムは一気にいける可能性ある、うん、このエラー少なくするだけで、こっからね上を目指すためにはやっぱりそのね、はい、今の状態を保つつミスを減らしていくこと大事ですね、はい、うん、だからその阪神とかやっぱこうね、あの天然芝とか、はい、土とか広島とかだってね、うん、人工芝より難しいですけど、はい、日本ハム人工芝なんで、はい、そこはねしっかりやっていくことを求められますね、はい、そうですね、でも簡単でよかったですね、改善。いや、そうシンプルでよかったです ね、はい、だから守備コーチと選手たちが頑張るだけですよ、はい、分かりやすいです、うん、で、はい、次が西武、はい、西武がチーム防御率が 4.56 と最下位、でチーム打率2割4分9厘で2位、うん、で盗塁数36で5位、うん、で本塁打が56で3位、はい、で得点数244、5位の失点264で5位タイっていうところで、はい、まあ、ちょ全体的にらしくないですよね。でも西武は2割5分1厘で前回は2位だったんですよ、はい、でそれが、まあ、2割4分9厘で若干落としてるといっても、まあ、パリーグの中だったら2位で保ってるわけじゃないですか。でもやっぱり一番のね、うん、ホームランがねやっぱり少ないですもんね、56本、まあ、3位で、しかも爆発的に他のチームより多いかっていうと多くないじゃないですか、うん、そうですね、だからそこがねやっぱりその三足打線をね打つっていうところが、うん、やっぱりその打つことが他のチームより秀でてないとピッチャー陣を救えないん で、うん、でやっぱ防御率がちょっとね一番悪いですもんね、うん、4.56 はちょっと悪すぎますよね、うん、まあ、前回のね 4.85 よりは多少良くなってるんですけど、うん、まあ、それでもね 4.56 っていうところの防御率が、はい、悪すぎるって言って、あと金子がね、はい、帰ってきたんで盗塁数はここで一気に増やせる可能性があるんで、はい、そこのまあ機動力も使いながら、まあ、どこまで頑張れるかっていうところにはなりますけども、はい、やっぱ失点数もね134と多いですし、うん、でその割に得点が今月125と、はい、点取れてないんですよ。あ、今月だけで言ったら
4位ですね、はい、まあ、ソフトバンクと変わらないんですけど、うん、失点がそれに比べて約30違うんで、はい、まあ、そこがやっぱ勝ちきれないと思うんですよね、うん、そうですね、ピッチャー頑張るしかないね。そうです、今まではなんかもう打ち勝つって言ってましたけど、ちょっと打ち勝てないんで、はい、ここはもうピッチャーどうにか頑張っていかないと、うん、ちょっとこのまま沈んじゃうなっていうところで、はい、なかなかね厳しい、必死で今なんとかしようと頑張ってる姿は試合で見えますけど、はい、ちょっと状況的に厳しいところに入ってきているところがあるんで、はい、本当に9月の半ばぐらいまでにちょっと改善しないと、はい、あの来月の月末の総チェックで消化ゲームの鐘が鳴るっていう、ね、はぁ、今日ハムと何ゲーム差ですか、日本ハムと。5.5 っす。あー、結構多いです。結構多いっす。でもこの 5.5 が巨人 DeNA と1位2の差なんだけど、ね、そうですね。でもまあまあギリギリのラインっす、ギリギリ、まだ、はあ、はい、いけると。で、今最下位オリックスが、チーム防御率が 4.29 の3位、はい、でチーム打率2割4分2厘の5位、うん、で盗塁41個で2位、本塁打41個で最下位、うん、得点204で最下位、失点262で4位っていうところで、はい、まあ、点取らなさすぎだもんね。だって204点って中日に次いで12球団で低いですもんね、はい、そうですね、ね、だって楽天と100点違うんだよ。本当だ、楽天が301点なんでほぼ100点違うんですね、うん、で失点が162でしょ、うん、で今月140失点してるわけでしょ、はい、でチーム打率はね多少前回に比べると上がってますし、はい、まあ、チーム防御率が若干悪くなってる、うん、でホームランの数が圧倒的に増えてない、だって、はい、あの唯一の10本台だもんね、17本、うん、今月だもう吉田正尚頼りっきりで、ジョーンズ、ロドリゲスっていうところが、ね、まあ、打った時もありますけど、うん、まあ、1ヶ月通すと、まあ、そんなにっていう、はい、でなんとか足で頑張ろうとしてるけど、うん、まあ、その西村監督の時は重投の無理くり作戦でアウトになりまくりっていうところもあったし、うん、まあ、作戦もうまくいってないっていうところはちょっときついですね、はい、だからもうちょっと重傷です、うん。ちょっと、はい、今からどうするって改善が、まあ、ね、うん、中島監督に代わって、はい、代行に、まあ、だからどれを良くしようかっていう、はっきりは見えないですよね、うんうん、なんかこの、あ、ここ改善したらいけんちゃうかみたいな、はい、だからもう西武だと打つが厳しいからちょっとピッチャー陣頑張ろうとかになるんですけど、うん、うん、どこが、強いて言うならどこを直していくのがいいですか。強いて言うなら、はい、打つしかないかな。そうですね。まあ、打てば得点すれば勝てますからね。はい、あとはミスが多いねっていうとこですね。もうミス撲滅はオリックスはずっと言ってるから、はい、まあ、昨日も牽制でアウトになったりとかしてるし、うん、見えないミスもあるから、はい、うん、オリックスはね、はい、全力で戦おう。なんか気持ちの問題になってきましたね。いや、だってもう、はい、点も取れてないし、はい、点やるし、うん、ホームランも出てへんし、はい、エラーもするし、はい、でしょ、うん、だからもうそりゃ最下位だよねっていう感じ、はい、だから中島監督に代わって、はい、今はちょっともう先見えないです正直、はい、いくら僕のポジティブ思考でも、はい、ちょっと扉が見えないんですよ、はい、中島頑張れとか山岡早く復帰とかは言えるんですけど、うん、はい、ちょっと全体的に光が見えないんで、うん、監督代わって、はい、このだから8月27日、だまあ今日の夜から、はい、9月のまた25日ぐらいにこれやるから、はい、この1ヶ月でどう変わるかを楽しもう、うん、そうですね、うん、だ今はもう全力で頑張れと、そう、それでね、何か変わるのを、ね、探す、まだ、はい、だからオリックスファンの皆さんもね、うん、見てください、ちゃんと、はい、総チェックも含めて改善しているところを見つけます、はい、まあ、言うのがパ・リーグですけど、はい、まあ、でもパ・リーグは、うん、まあ、でも結局、うん、密だね、はい、まだそうですね、どうなるか分かんないから、上位がかなり団子なので、うん、だからまあで絶対的なチームもないし、うん、ソフトバンク、ロッテって言っても、まあ、絶対的でもないし、はい、まあ、その西武、オリックスも、まあ、最悪今月なんとか頑張ったら盛り返せるかもしれないから、はい、そういった意味でもちょっとまだ分かんないですね、はい、でまあ面白い感じがあるんで、うん、そういったところはね、まあ、今今日言ったところの数字がどう変わるかを見ながらね、はい、見ていくと面白いと思います、はい。